ていちゃんおはよう。どうしようか、二度寝しようかな。羽生に行っちゃいます。外乗ってます。混んでます。けど羽生に行くことになりました。世の中は春が近いですね。でもある意味桜遅れてんだな。散歩でちょっと桜をチラ見するぐらいで、羽生に今向かってますと。渋滞だ。